こんにちは。こんにちは。うなぎです。今日はピクミン2を遊んでいきたいと思います。なんとこのピクミン2、放置してると春夏秋冬と、なんかオープニングが変わってるので、なんか可愛らしく、全部見ちゃいました。はい。ということで、ピクミンの1をやったんですけど、1は赤ピクミン、青ピクミン、黄ピクミンがいて、新しく2匹増えました。うわー、コガネムシだ。さ、鼻が詰まっててさ、なんか、風邪ひいちゃったのかな？風邪ひいちゃったと思うんですけど、まあ、大丈夫だと思うので、マジで鼻詰まって鼻かむかもだけど、頑張りたいと思います。ピクミン2、スタート！オリマーのお話してるので皆さん聞いてください。俺は鼻を噛んでます。なんか風邪なのかな？あ、猫ちゃん来た。猫ちゃん来ちゃった。やっとのことで脱出したが、オリマーの犬間に保護盾運送は大ピンチを迎えていた。どうしたんだろう？オリマーが、僕がいない間に、ピクミン1のお話ね。俺がいない間に何かが起きていたらしい。何なんだ、それは。あ、オリマー今帰ってるとこじゃない？ピクミンの星から。お帰り。キャプテンオリマー。ホタテ星にようやく帰ってきたとこですね。まあ、最近ピクミン1をやったので。え？ホタテ運送なんか、錆びれてね？大丈夫？社長と社員、ルーイ。社長。社長結構超えてるな。美味しいものばっか食べてるのかな。なんだ？オリマーくん、無事でよかったの。社長、どうしたんだよ。で、君に知らせがあってな。この会社はもうおしまいじゃ。どうした？ルーイくんが初仕事の途中、宇宙ウサギに襲われ。スミニのゴールデンピクピク人参が全部食われてしまったのだ。ルーイの責任じゃねえか。ケツ書いてる場じゃないぞ。弁償するために莫大な借金が。返済のため何もかも売りに出したのが売れたのは。てか、ルーイ、そんなとぼけた顔していいのかお前の責任だぞ。まあ、でも、ゴールデン人参、盗まれちゃうのは良くない。え、君のドルフィン、どうしたの？俺のドルフィンゴどうなった？ 1,10,100,1,000,1,000,000 1万100円。あー、もう途方のない額ですね。ルーイ、オリマーくん、これは何？子供の土産に拾ってきた。すごい目だな。目開いて何度行くからピカーンって。お宝お宝、金金。あ、回収されました。回収した物体の鑑定を開始します。これにはなんといくらですか？100ポコ。これには100ポコの価値があり、100ポコって結構高いのかな、この世界では。その後にはもっといろんなものが。これで借金が返せる。今回はですね、お宝を集めるというな。またピクミンとすぐ会うんですよ。で、ルーイは、今回オリマーと別で、一緒に、連れて行ける。連れて行けるんです。はい。もうなんか、トントン拍子で話が進んでるんですけど、ピクミンを使って、前は宇宙船を直したんだけど、今度はお金を集めましょうというね、でいると思います。頑張ろう。地球にまた戻ってきたよ。あ、ピクミンにまた会える。鼻かみます。眠りの谷。また全部集めなきゃいけないんだ。鼻かんでたら笛みたいにピーって言ってるよ。すごいコンディションが悪い。あ、ルイ落ちちゃった。あ、一人で着地。ルイはおっちょこちょいなのかな。ルイージみたいな扱いだな。ルイって。名前も似てるし。
ふう、いやー、危うく墜落するところでした。危ない危ない。あれ？ルイさんがいません。どうやら落っこちてしまったようです。無事ならいいけどね。通信もダメです。オリマンさん、ルイさんが投資しないうち、早く見つけてあげてください。子供のゲームなんで、ちょっと物騒な言葉使ってきますね。あ、あれは、なんだ？あ、あ！ピグミン！ピグミン！ピグミンやばい、食べられちゃう。助けてあげて。ピグミン！ピグミン、こっち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 。あ、懐いてくれた。てか久しぶりだね。久しぶり、ピグミンたち。ピグミンが駆け寄ってきました。あ、俺のこと覚えててくれたらしい。お父さんだからね。でも子供たちの、知らないな。俺全部オニオンの中に入れたはずなのに。あいつ倒すか。チャッピー。チャッピー倒すか。おい、ナイス！運べ！みんな運ぼう。運べ、運べ。あ、なんだ？オリマーさん、たった今、ルイさんとの通信が回復しました。周波数があったのかな？まずは生存が確認できてよかった。前でルイさんと通信できます。ルイさんに切り替えることができるっぽい。行くよ。はい、ルイさんの場所に行きました。ルイさん。とぼけた顔しとるなぁ。どこも怪我はありませんね。通信状態から考えると、ルイさんのいる場所は私たちからそう遠くはないようです。まあ、さっき落ちたからね。自力でこちらに合流してください、だって。はい。わかりました。僕一人で、自力で合流します。ルイさんもピーってできるで。あ！あ！ピクミンのお家だ。こんなところに。オニオン。オニオンはピクミンのお家ですね。あ、こっちからも生まれてる。ノラピクミンとは別で生まれてる。うん。オニオンが吹いた種がもう芽を出しましたね。レポートによると A で芽を引っこ抜けるそうです。これはピクミン1をやっていた俺にはもう知っているのですが。はい。ピクミン引き抜いて。よう、ピクミン。よう。つぶらな瞳が可愛いね。よし、赤ピクミン手に入れたぞ。魔炎に強いピクミンだからね。ダメだよ、食べちゃう、ルイ。食べれないよ。仲間だよ、ルイ。ルイは知らないんだ、ピクミンのことを。オリマーじゃないから。あ、そんな逃げるな。敵じゃないぞ。仲良くしてあげて。かわいい。ピクミン増やそっか。これ壊して増やそう。最初の1日目はこんな感じ。あ、乾電池ある。乾電池があったぞ。これを入れて増やしましょう。このパレットだっけ？ペレットか。お花をいっぱい、ピグミンを増やすために。まだ1から集めなきゃいけないのか。なんであんな1000匹ぐらい増やしたのにな。まあ、ちょっと端折っていきます。もう多分みんなわかるよね。ピクミンを増やして、お宝集めるゲームです、これは。みんなどんなゲームかわかんないっていう、多分多いと思うんですけど。俺も言われました。ピクミンって何するゲームなのって。ピクミンを、こう増やして、集めて、増やすゲーム。そして、お宝を集めるという目的があるので、はい。お花を一個ずつみんな運んでもらって、増やしましょう。で、俺引き抜くと。はい。いいね。入れて、頑張れ。頑張れ、一緒に手伝ってあげて。はい、ありがとう。で、引き抜いて。はい。はい、ナイス。4個か。はい。1、2、3、4。OK。で、
こっから来たんだよね。こっから来たから、あっちだ。あっち行こう。あ、オリバーがいる。そしてなんか乾電池見つけた。これお宝だな。乾電池、お宝。いくらになるんだろう。よし、合流。なんだ、カメラの動かし方教えてもらった。こういう感じで、カメラ移動ができるわけですね。あ、掘って、みんな掘って。ほにゃほにゃ。鳴き声がすごい。独特。みんな掘って。ネジしっかり掘って、あとちょっとだよ。頑張れ。はい、ナイス。あ、20匹いないと運べないらしい。とりあえず掘り上げただけいいや。で、ここで一回合流しなきゃいけないから、この上だな。この上乗って、15匹。たら、切り替えて、こっちのミグミも、行きます。そしたら、はい。あ、合流した。よかった。無事でよかった、お互い。なんだ?オリマーさん、ルイさん、やっと合流できましたね。何とも大変なトラブルでした。しかし、お二人が知恵を合わせればどんな困難も突破できる。そんな自信が湧いてきたのでは?今度は B で一緒の隊列に集まり、X で別行動を取り、Y でリーダーを切り替えられます。わかりました。操作は以上で。わかりました。これ何匹乗せればいいんだ ?35 匹もいないな。3匹は、あれ。3匹これ運ぼう。はい。乾電池って何個だっけ?乾電池何個だっけ ?15 匹だっけ ?20 匹か。増やさなきゃいけないのか。少し持ってこう。ピクミン持ってって増やしたいな。これ以上どこで増やせばいいんだろう。もうペレットない、増やせるやつないから、下もないよね。下もないね。このチャッピー、チャッピーで増やすしかないか。みんなで運ぼっか。頑張れ。頑張れ、みんなで運べ。で、ちょっとオリマーは一人で移動して、こっちにないよね。こっちないよね。あれ?なんか登れるとこある。滑り台だ。特に意味はない。特に意味はない。よし。ルーイじゃあ動かして。ここで。みんな運んどいてもらって。はい、こんにちは。生まれた、生まれた。4匹生まれた。これで、乾電池分は運べるので、みんな来てもらって、10匹で乾電池運ぼう。お宝だ、お宝。いやいや、ルイ働かせてもいいんだよ。これ、毎回オリマーの役目だったからな。オッケー、20匹運べ、運べ、運べ、運べ。こっちだ、こっちだ。おーい、お兄ちゃん。お兄ちゃんじゃないか、社員だ、ただの。ただの社員だ。オッケー、一緒に行こう。ピクミンが今ね、頑張って運んでるから。応援しよう。あ、これ中トロ。同じおこむく。ほら。頑張れ。頑張れ。頑張れ。ピクミンは面白かったからな。あれ?赤ピクミン、黄ピクミン、青ピクミンはさ、覚えてるでしょ?あと、紫と白がね、新しく手に入るらしくて、紫ピクミンは、重いんだよ、体が。力持ちで、なんか、でっかい、ピクミンの相手、キャラクター、敵を潰せたり、あと、1匹で確かね、10匹分の力があった気がする。だから、20を、紫2匹で、運べた気がする。10じゃなくて5だっけな。で、白ピクミンは毒を持ってて、もし白ピクミンだ食べられると、なんか倒せるんだよね、あれ毒で。まあ、食べられる前提なんだよ。
かわいそうなんだけど、白ピクミンは。あ、280円だって。愛と勇気のリアクター。まあ、電池のことですね。ナイス！ナイス。これで1万円集めなきゃいけないのね。社長に報告しましょう、だって。ってことは一回帰るのか。よし。いっぱい集めることができました。今日も頑張ろう。あ、チャッピーがいる。あれ、チャッピーで敵ですね。敵ですねっていうか、まあ、友達。友達なのか。なんだろう、なんか。あ、20匹増えました。チャッピー友達って言ったのは、なんか、リピーバトルっていうのが友達とできるんだけど、その時に、チャッピーピクミンみたいなやつがいた気がするんだよ。記憶が正しければ。俺、ちっちゃいことやったことあるゲームなんだけど、まぁ、ちょっと社長からのメール見ていきますね。早速お宝を見つけて言うじゃな。その調子じゃよ。わしの未来は君たちの働きにかかっておる。そうそう。後でお宝一覧をチェックしておくようにな。ではくれぐれも頼むぞい。社長は何もしないんだよ。社長は、人に任せて。まあいいや、集めよう。まあいろんなとこ行けるようになるのか。とりあえず眠りの谷はまだ、行けそう。あれ？待って、眠りの谷行かなきゃいけないっぽい。ちょっと生物図鑑見ますね。生物図鑑。赤子チャッピーと愛と勇気のリアクター。これお宝図鑑ですね。かわいい。あ、ピクピク人参投げて動かすことできる。すごい。すごいね。これがペレット。ペレットですね。この観察できるのすごいな。よし。じゃあもう一回眠りの谷に行きましょう。ピクミンを増やして新しいエリア行けるように頑張ろう。お宝もゲットして借金返済だ。かわいそう、オリバー。着陸し、なんか前回のピクミン1で帰れなくなっちゃって。20日間ぐらいかけてね、やっと帰ったら今度また来なきゃいけないっていう。おはようございます。今日も一日会社のため、社長のため、家族のために頑張りましょう。ピクミンはオニオンの中でまだ眠っているようです。出しましょう。これオニオン。こっから数出す。こっから。はい。ピクミン帰還した。はい、ピクミン帰還。で、まあ数を増やしていこう。なんか35匹必要な描写があったから、まあ、35匹必要なんだろうな。増やそう。オリは、あ、5匹パレット。頼む。はい、ナイス。こんな感じで増やしていこう。こっち側はもうないかな。あるかな。パレット。いた！いた！いた！おい。一匹ずつ使って、おい。はい、ナイス。こっちは？こっちはいないね。じゃ、戻ろう。戻ってる間に、こうやって。で、ルイに働かせといて。ナイス。頑張って運んで。運んで。はい、ありがとう。まあ、これ一人で運ぶより二人で運ぶ方が早く持っていけるから。伸び組の数うまいことね、使っていこう。いた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 、みんないた。ただいま。ただいま。ルイ一緒に抜いてくれてる。楽だこれ。いつも一人で抜いてたのに。え、すごい楽。ありがとう。ありがとう。36匹。ごめん。36匹いるんだったら一回ここでストップ。これが35個だから、一回さ、ここ開けちゃおう。新しいとこ行きたいから。ありがとう。
ありがとう、次行けるようになった、ありがとう。でもこれ運ぼう。はい、これ運んどいてください。オッケー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 、これで増やして、よしピクミン次行くぞ、あの子倒すぞ。ナイス、あ、でっかいチャッピーもいる、でっかいのいるでっかいのいる、でっかいの倒したい。うわ、なんかど真ん中で寝てるけど、これ後ろから投げたらいけるかな。いくぞみんな、次の舞台、いけ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 、よーし、ナイスー。で、お宝発見したわ、気づいたら35だったよ。35も今ないな、どうしよう。わかった、ここに5匹チャッピーも運べるから、チャッピー10匹でしょ、でこれ3匹、はいはい、オッケー。お宝以外1回全部運んで、残りのピクミンはここの扉、この扉破壊してもらおう、よろしく頼む。時間かけないとね、あの扉壊せないので、でその間にピクミンを増やそう、でルイは置いとく、なんかあった時のためにあいつは置いとく決して邪魔だからじゃないよ、ただ邪魔だから置いてるんだよオッケーオッケー、35匹増やした、あできてるね、あれがさっきパレットができてる、これもついでに運んでもらおう。はいはい、ナイス、どんどん増やす、どんどん増やす、ナイスナイスナイス、ありがとう。めっちゃ増えてる、めっちゃ増えてる。今22匹でしょ。お、やばい、いっぱい生まれた種が。ナイス。全部抜く。全部抜きます。オッケー、チャッピーも出てきたよ。はい、はい、はい。はいと。いや、ナイス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 。ルイ連れてくればよかったな。もう一回。一回、お宝を運ぶメンツとして、この子たちは、連れて行きましょう、お宝メンツで。35個でしょ ?35 匹投げるか。いくぞ。123456789、123456789、123456789、31345。これで35のつもり。どう?ごめん、30匹らしい。オッケーオッケー、35。あ、頑張ってる、いけ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 、いいぞ、追加しとこう。この間ルーイを戻してピクミンたちを引き抜きます。いいね、2人行動できるの、なんかやりたいことができそうだ。はい、分担してできるね。で、お宝は運んでるんだけど、どうしよう。35匹連れてくるか?みんな手伝ってくれ。手伝え。45が最高か?すごい、でも綺麗、ほら。ナイス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 。あっちはもう、壊してくれたっぽい。みんな、ピクミンワンワン見た?多分見てから、見てる人が多いと思うから、もう、こういう説明はいらないかな。よし、ちょっと、ポリマーに変更して、こんにちは。あ、水辺があるわ。いや、なんだこれ。洞窟?何これ。穴から暖かい空気が湧き上がっていた。なにこれ。ホラー穴?ちょっと怖いね。隊列から離れたピクミンがいたらオニオンに戻しておきます。穴に近づいて飛び込みましょう。これさ、ルイの方もさ、いいのかな?とりあえず、この人数のピクミン連れて行くのは大変じゃない?
かわいいピクルいくら170円かい。まあゴミだもんな、電池と比べるとゴミだもんな。じゃあ行くか。こんなかリーダーの隊列にいるピクミンがついてきます。この穴に入るってことは23匹、23匹連れてくる。で残りのピクミンはお家に帰ったみたい。少ないよな23匹。まあ、いっか。あー地下1、うわー怖い地下。なんだ、ついてきてくれてる。うわ怖いな。でもお宝がありそうだって。宝ありそうだって言うから行くか。ここにお宝持ってくんだろうな。これみかんもそうなんじゃない。みかんお宝じゃない。15匹以上で運びますね。ナイスナイスナイス。ちょっとみかん運んでる間に俺とルーイはこの子たち倒そう。攻撃して。あ、いて。壊れる。壊れた。ごめん。おい、人間で戦うぞ、人間たちで。ピクミンが。ピクミンは食べられないように、人間で戦おう。あ、ナイス、ミカンナイス。ミカン高いんじゃない？いくら？ 300 円くらいなんじゃない？ 180 円。180円かい。ズラの皮。ズラの皮だって。あ、てか、時間の概念ないんだね、この下には。ルイ大丈夫か、壊れるぞ。ナイスナイスナイス、いけ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 。よーしよ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 し。俺たちは、パンチだけでも倒せる。よし。時間の概念ないのいいね。あとこれ多分100。この子100じゃない？さっき100ポコだったよ。はい、運べー。ピキちょうだい。はい。全部運ぼう、全部運ぼう。オッケーオッケーオッケー。ここ運んだらピクミン増えんのかな？お金になるのかな？どうなんだ？はい、運びました。ひー、お宝と思いきや、バグ？バグ？格納しますが、虫は高く売れないと思いますよ。格納してくれてるっちゃしてくれてる。売れないらしい、ただ。格納ってどこに格納してくれんだ？そう、お宝。あれ、あんま運んじゃいけなかったのかな？あ、100円。たばきのエンブレム。まあいいや、一応運んどいたわ。あれ、お金になってんじゃん、2円。ほら。ほら、2円になって、2円。2位になってるよ。あ、みんな、運ばないよりいいね。ね。全然いいじゃん。1万円目指せるな、これ。え、まだ下に行けるの？まだ下に行けるらしい。23匹で運べるものあるかな？奥に進むけど、数足りないんじゃないか。まあ、いっか。こんにちは。ファイナルフロアって書いてる。うわぁ、ちょっと待ってね。おい、ルイ。大人二人で倒しに行くぞ。大人二人で倒しに行く。やばい、ナイス。ナイスナイスナイス。大人二人でこれ殴れ。オッケー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 。これなんだ、地球儀、地球儀だ。うわぁ、ちょっと23匹じゃ足りなそうじゃない。おや、表面の模様、この惑星を宇宙から見た時の映像に似ていますね。お宝以外の使い道があるかも。だって100匹集まったとしても持ち上げられないのでは。マジ重いってことか。ちょっとこの虫は一回無視して、虫だけに無視して、一匹ちょっと、101なんていないだろ。101？ ひどいね、101。ピクミン強いわ。101匹もいないよ。どうすんだよ。100匹しか出せないんだ、ピクミンは。
こういう時の紫ピクミンです、ちなみに。あ、見て、待ってみんな見て。紫ピクミンになれる花がある。これだ。赤ピクミンの次は紫ピクミンなのか。よし、ちょっとピクミンを入れてみよう。何匹入れるんだろう、この花だけで。5匹かな。5匹だ。はい。え、すごい、見て。紫生まれた。あ、でかいよ、ちょっと、やっぱり。どすこーい。どすこーい。なんと、紫色のピクミンです。とても重そうで力も強そう。新種ピクミンですね。あ、こういう新種のピクミンは地下にいるんだ。そう、地下に。地下にいるんですよ。オニオンではなく、地下にいます。新種すぎる。あ、なんか青紫でいいね。おいでー。ピクミン一匹、どんくらい持てんだろう。10だって、やっぱ10。10だって。ってことは100匹分あるから、とりあえずこのバグ運ぶか。運ぼう。待って。1、2、3。あ、待って。1、2、3。あ、違うって、なんで紫が行こうとすんの。1、2。赤ピクミンだよ。1、2、3。3。1、2、3。オッケー。で、ここは一回無視して、あの地球儀を紫ピクミン1匹、10匹分あるので、赤ピクミン入れたら101だよね。いけ、頑張れ。あ、すごい。あ、すごい。すごいやん。紫すごいじゃん。ただすごい重そうで遅い。あとすごいバランス悪い。あとで手伝うから頑張れ。中から出てきました。鼻かんでいいですか。いいな、ひとみ普通にやるの面白い。入れて、いくら、2円か。これは2円です。はい、ありがとう。はい、2円。2円でこれ運んで、頑張れ。はい、お金でーす。いいお金。本当はピクミン増やしたいんだけどね。はい、頑張れ。じゃあ残りはここを手伝って、一緒に手伝って地球儀を運ぶの、すごい遅いから。はい、ありがとう。手伝って。いけ、さっきより早いぞ。早くサボるな。よし、これってマップとはまた別なのかな。一応マップはこれで、地下のマップ出るんだね。便利だな。地下こんな空洞なのあるの、びっくりした。こんな広いんだ。これ高そうじゃない。500円ぐらいいけ。500円ぐらいいけ。ああ、200円でしょ。スフィアマップ、ちょっと眠くなってきちゃった、やってたら。ピクミン、あ、惑星データ、多分なんかとして使えるのか。よし。帰ろう。え、なんか歌ってる。ピクミンが歌ってる。もうこれは運ばなくていいや。紫って足遅いね。はい、こいで。紫足遅い。普通のピクミンより 1.5 倍ぐらい遅い。やっぱでかいから筋肉詰まってるから遅いんだ。
ほいで、瞬発力も大事だよ、ほいで。ちょっと遅いね、やっぱ。ここ登るのか。はい、じゃあ上に行きまーす。これで脱出か。おつ。おつじゃない、おう。間欠泉からものすごい勢いで水が噴き出しています。これで外出るみたい。そうだね。そんな深くなかったね。上が見える、光が入ってくるってことは。空が暗くなる前に帰りたい。よーし、持って帰ってきたよ。500円全部で。洞窟もコンプリートしました。この洞窟はもう行く必要なくなった。よし、洞窟は終わった。まだ地上もあるからさ、地上からまた戻らなきゃいけない。あれ？お花生えてるじゃん。ただいまー。どうした？地下にはたくさんのお宝があるようです。貴重なデータが収集できました。もうだって10分の1ぐらいのお金手に入ったぞ。あ、今日はもう終わりだって。お宝探しに期限はありませんって言われた。今まで30日以内にクリアしなきゃいけなかったんだけど。あ、てか紫ピクミンどこに帰るんだい？これ。え！吸い込まれた。もしかして一緒の宿なんだ、紫ピクミンだけ。同じこのロケットの中で寝るんだ。ナイス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 。まあ最初はチュートリアルみたいなもん。今日の報告。670円、今日まで950円、2日で1000円ですね。で、紫ピクミンが増えましたね。赤ピクミンももちろん増えましたね。社長からメールが来ました。まずあの見るとな、焦ってもうまくいかないもんじゃよ。わしは心配なんよ。なんせニコニコを矛立てるもんじゃ。借金の方に持ってくれるものも残っておらんし、今更小早物など何もない。なんかかわいそう、社長。でも社長働いてないよな。社員二人に任してるからな。しかも、ルイとオリマーしかいないぞ、俺も知ってる社員今のところ。あ、目覚めの森生きるのってよ。でもさ、眠。始まりの洞窟以外にないのかな？もうないのか？はてなはてなはてなってのはなんだ？なんか一応、水辺があったから、うん、水辺の方も行けると思うんだけど、水って青ピクミンが必要なんだよ。だから青ピクミン手に入れるまでは行かないようにしようか。で、目覚めの森から行きましょうか。あれ俺、目覚めの森って行ったことある気がする。ピクミンはないか。初めてか。こんにちは。こんにちは。あ、イチゴとか落ちてるよ。よし、紫ピクミン。呼び出せるようになった。連れてくか。全員連れてくか、紫。いや、でも怖いな。一匹だけ残しとこう。お留守番ピクミンも大事なんで。全員。紫一匹だけ、お留守番の後全員連れていきます。おいでー。今日も頑張ろう。まあ、このお花を運んで増やしていこう。どうした？ルイさん、オリマーさんからピクミンの皮と取材を教わっていますか？ X で解散すると色別に分かれて集まります。あ、そうです。皆さん覚えておいてください。ピクミンの飼い方もね、教えてくれました。これ運んどいてねー。で、まずは、敵をこう、倒す。まずは敵を倒す。邪魔なんで。まずは、一匹ずつ倒し。ちょっと食べられちゃったりするから、怖いから、先にね、これ倒しか。あー、ウジ虫いる、ウジ虫。ウジ虫も倒せ、ウジ虫倒せ。ウジ虫倒して持ってけ。で、お花も一匹ずつやって。
はい、運んでいいよ。えらい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 。えらいえらいえらい。はい、みんな集合。この裏側なんかない？なんかありそうじゃない？あ、コガネムシいる。待って、コガネムシ。待って、コガネムシ必要これ。ふめふめふめ、コガネムシ。ふめふめ、コガネムシ踏んだらいいことが起こるぞ。コガネムシ、ふめふめふめ。当てろ、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 当てろ。見てみ、みんなついてってる。オッケー。みつみつみつすえ、みつすえ、みつすえ、みつすえ。みつすったら早くなるぞ。よしよしよし、お上がりだった。これね、大事。足が速くなります。エリートピクミンを作るのに必要なんです。これはルイにも教えてあげましょう。社員の。あ、行っちゃった。行っちゃった。オッケーオッケーオッケー。ルイは、あいつ置いてってるけど、まあいいや。一旦じゃあこの子倒そう。この子は紫ピクミンを、トン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 ってやったらめちゃくちゃダメージ入る気がする。ほらほら、あれ強い強い強い、紫ピクミン強い。ナイス、いちごちゃんも運ぼう。はい、ナイス、オッケー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 。待って、めっちゃいい感じ。すごい楽だ。めっちゃいい感じ。この上なんかありそうだけどな。ないのかな。あ、いた、クリオネさんだ。クリオネさんは、蜜が吸えるようになるので、ここにいる子たち全員来て、卵落としたやつは、あ、イチゴありがとう、早いの。170円。果物とか高いな。日だまりの実。何？借金返済 10%、 おう！ナイス！10分の1がもう、最初の1時間で終わっちゃったよ。押してもらって、オッケー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 。はーい、集合。はーい、集合。ありがとう。あ、つぼみになった。苗を取らないとつぼみになるんだよ。で、そのまま、つぼみが、お花になるの。あ、それじゃないのか。100匹以上を集めると、なんか中に出てくるっぽい。この、オニオンの中に生まれるらしい。クミンの忘れ物は、左にいるね。あ、何やってる？ああ、すごい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 。雑草取って、雑草取ってる。雑草取って吸ってる。お客、みんな花になった、みんな花になった。一匹だけ忘れられてるけど。みんなお花です、これで。ナイス！みんなお花になったよ。だから、新しいとこ行きたいんだけど、こっち水辺だから、よくないね。溺れちゃうから、行けるとこだけ行こう。ムジムシ発見。ムジムシよろしく。ムジムシよろしく。なんだこの、クミンの。なにこれ丸っぽいの？知らない。倒せないよ。なんだこれ。登れるのかな。登れる。あ、普通に投げれる、しかも。え、なにこれ、実みたいなの取れるけど。この間壊しとこう。よろしくー。あ、すごい、実みたいなの取れた。頑張れ、頑張れ。頑張れ。頑張れ、頑張れ。この実は何なんだ？何に使えるんだ？で、暇なピクミンは壁壊してくる。よろしくー。頑張れ、頑張れ。これ何？お金か？何？この赤い実は激辛成分を含んでる。サンプルが必要です。あ、わかんないこれ。でも集めたらいいっぽいね。集めといてもらおう。ピクミンたちに集めといてもらおう。
登って登って。この実をいっぱい取るのじゃ。激辛セーブいった。何これ。赤い実について研究成果を報告します。激辛スプレーができました。十字で隊列全部のピクミンに振りかけることができます。10個で1瓶。10個で1瓶らしい。ありがとう。ちょっと激辛成分、もしかしたら攻撃力上がったりするのかな。ちょっとどっかで使いたいけど。すごいな、身がもう全部なくなっちゃう。ああ、いけ。ナイス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 。落ちてんだ、ヒロ。ナイス。ちょっと激辛成分使ってみていい？今ここにいる子たちをスプレーで。なんだ？パワーアップじゃない？やっぱ。強い。バチバチ光ってます。興奮してます。打撃力とスピードを高めるようです。興奮してるって。いけ、これ壊せんじゃない？これで。早いよ、うちのビッグミンたち。すげえわ、普通に。すげえ。これ多分、時間かかる壁なんだよ。白い壁はもうちょい早いんだけど、黒い壁って、もう人数かけても遅くなっちゃうんだけど、でもそれでももうね、半分ぐらいまで行ってそうだし、あ、でも意外と遅い。そうでもないか。2倍になるだけか。まあ、攻撃してる人数も、ね、少ないですからね。あーと行く、ピッカーと行くか。ナイスナイスナイス。この間連れてく？お花が、お花が咲いてる。この間お花を取ろう。みんなこれでエリートになりました。エリートピクミンたちに抜いて。はい、ナイス。全然でいこう。もう全然連れていこう。45匹46匹。あー、効果切れてる。効果切れたら遅いよ。よし、全員でいけ。全員でいったら早いだろ。あとなんか奥にテントウムシみたいのいるね。うわー、どんな攻撃してくるんだあいつ。わかんないな。紫ビクミン撃ってみようか。紫ビクミンでピオラして、赤ビクミンを乗る。オッケーオッケーオッケー。ナイス。運んでもらおうか。8人よろしく頼む。血なんか出てくる。何もいない。あ、道作れるよこれ。200匹か。今回は紫ビクミン大事なの。紫ビクミン20匹必要か、もしかしたら。無理か。無理だな。足りないな。じゃあ、いけるか。お、なに食われた。なんか誰か食われた。食われた。いけ。いて。なんか急に出てきた。やべ、食われる。マジで食われてる。大丈夫か。何人食われた。何人食われた。わかんない。びっくりした。びっくりした。紫ビクミン食われてないといいな。あ、毒だ。毒は白ビクミンがいないと多分無理で。なるほどね。洞窟がここにあるわ、洞窟が。行く？行く？行くか。炎に強いビクミンが必要って言われた。このメンツで行くか。ちょっと運んでる子たちは、お家に帰るのかな。お宝放置は嫌だけど、ちょっと行きましょうか、地下。さ、60匹しか連れてってないから、ちょっと心配だけど、地下も行きます。急に出てきたらマジでびっくりした。あー、オッケー。こういうの調査しなきゃダメだ。赤ピクミン軍団で、やっぱ数が少ない赤ピクミン軍団で、あ、これ食べられちゃうやつだ。危ね。
死んでない、死んじゃう、やべやべ、ピクミン死んじゃう、守れ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 、食べられちゃう食べられちゃう、しかもなんかお宝ゲットしてるんだけど、気づいたらラッキー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 、あ、これ、これ、ウジ虫倒せ。なんかゲームの十字キーみたいなの手に入れたよ。100円。栄光の石。ナイス。潰せ、潰せ。潰せ、オッケーオッケーオッケー。これ運ぼう、運ぼう。虫だけど運ぼう。ウジ虫倒そう、ウジ虫。ウジ虫運ぼう。はい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 。道が狭いですね。ウジ虫ばっか出てきますね。怖いですね。はい。行ける子たちで。おいで。みんな行けそうなら。おいで。この道は？なんかあるわけでもない。この道なんかあるわけでもない。クミンたちが来た。あ、地下また行ける。どうしよう。後ろもあるね。後ろ特に何もないか。こっち何もなし。左側は？あ、何もないな。紫おいで早く。おいでおいで。場所わかんなくなっちゃった。遅いな、あの、紫。紫一番遅い割に頭に、花がないから。よし、下の階行こう。いや、マジで花のやつびっくりした。対応がわからなかった。よし。地下2階。地下2階より下まだありそうだね。卵？待って、俺トラウマがある、あれに。あ、卵の蜜めっちゃ出てきた、これ。遅いピクミンに吸わせよう。あ、頑張れ。一匹だけ吸え。一匹で吸え、これ。結局ありがとう。これ早くなったぞ、60匹。あ、こっちにもある。ちょっとマジでさ、なんか変なの出てくる記憶があんだよな。結局蜜でしょ？俺嫌な思い出あんの、あの卵に。いつか多分みんなもわかると思う。こっち何もないね。紫だ。紫だ。紫にしよう。よし。あ、で、あの蜜吸わせんじゃない？紫にして。ちょっと連れていくわ。お花つけたいピクミンだけ連れていこう。で、蜜吸わせよう。今ね、10匹増え、あれ10匹、あ、10匹だね。この10匹に蜜吸わしたい。後ろの蜜を吸わしたい。おいでおいで。まずは左側から。これみんなで吸えるかな。すえ、あ、ナイスナイスナイス、オッケーオッケーオッケー。早くなりました。紫ピクミン増やすことに成功しました。はいはい。この先まだ何かがある。お宝がそんなにないんだよ今回。お宝見つけられないかな。あと青ピクミン手に入れたいんだよな。ああ、ちょっとファイヤーは赤ピクミンじゃないといけないので。あ、壊せる。これピクミンは壊せなかったんだよね。ちょっと赤ピクミンで全部壊そう。これ全部壊そう、赤ピクミンで。あ、麻雀の牌がある。ピンズだっけ。あるぞ、見つけたぞ。チーピン。7の、あの丸いやつ、麻雀で使うやつ見つけた。
ドラゴンのピクミンが壊して作ってあげて、でこれも壊そう。ナイス。だから運んだ150円か。勝負石、確かに麻雀の勝負石。これ何人だ、15人か。ここにいる子たち全員で運べるな。はい、ルイがあと全員連れていけば平気か。はい、いってらっしゃい。で、待ってればいいかな。頑張れ頑張れ頑張れ、早いぞ。やっぱ花にしといて正解だな、みんなも花だし。頑張れ、ナイス。いくらだろう。あ、230円高いんじゃない。コズミックアーカイブ、ナイス。全員回収したから下に行きましょう。ナイス、いい感じだね。さあ眠くなってきました、お正月に。ご飯もね、ラーメン食べたの、ラーメン。あー、なんかすごいステージ来た。これ一番下か、まだあるな。一番下じゃないな。うわー、ちょっと赤ピクミン使うか。どうしようこれ、ちょっと一回対立が悪いな、対立が悪いな。これ赤ピクミン壊させる、壊して後ろ回りたい。できれば紫ピクミンで押し潰す。ナイス、おお、すごい、なんか出てきていっぱい飛んでもらおう。ナイス。で炎ピクミンで壊して、あ、なんか紫ピクミンになれるやつだ。ナイス、あ、ファミコンじゃね、あれ。じゃ、ゲームウォッチだ。ゲームウォッチ落ちてる。期待仕掛けの夢。280円だって安い。で、紫ピクミンを増やせるので。よし、増やしちゃおう。トランプも落ちてるから、拾ってもらって。ナイス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 。ナイスナイスナイス。拾って、できればこの紫もお花にしたいので、集合集合、ナイス。この丸も壊して、ナイス、これ全部吸ってくれて、ナイス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 、全部吸ってくれた。でトランプ、スペード、スペード、エース、スペードのエース、エレメンタルフォース。名前が全然読めないな。全員いるかな、61匹が全員なんだけど、1匹いないぞ。61匹いたはずない、いないぞ。あー、いた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 、サボってた。で下に行くと、ちょっと深いなこれ、この洞窟下が深いな。ナイス。ケナモドの穴っていうぐらいだから、なんか怖いのにいそうだし。何？あ、待って、俺なんかトラウマだ、これ多分。うわ、嫌な予感してきた、もうこれ。あー、いるー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 、トラウマのピクミンだー。おい、これトラウマなんだよ、みんな見てくれ、これ。クイーンチャッピーって言うんだけどさ。ね、ほら、頭ね、ちなみに。で、このお尻からさ、なんかベイビーみたいなの出てくんの。ベイビーが。もう気持ち悪くて気持ち悪くて。紫ピクミンと赤ピクミン、多すぎるとね、やばい気がするから、ちょっとこの、
このメンツで一回行こっか。ちょ、顔にトン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 ってやってみよう。多分顔面、顔面打とう。あーやばい、戻れ戻れ、くるくる転がるぞ、危ない危ない危ない。そう、コロコロ転がるの。止まれ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 。できれば正面から倒しに行きたいんだけど。いけ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 、暴れるんだよ、こうやって。暴れるめっちゃ暴れる。戻って戻って、あ、こっちこっちこっち、戻って、早く早く、走れ走れ、潰れちゃう、危ねーい危ねーい。ナイスね、これお花で行った方がいいな。お花で、お花で行こう。今みたいにあの潰されちゃうからすぐ呼びに行かないといけない。みなちゃん戻ってきなさい。そう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 、戻れ戻れ、危ない。ナイス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 。ベイビー出てこないな、全然。ロッキーロッキーロッキー、ベイビーがいない間に倒したい。クイーンチャッピーマジでトラウマ、気持ち悪かったよね。いけ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 、この人数でいけるな。待って、あ、いなくなった。あー、つぶれた。俺のトラウマだ、俺のトラウマ。そう、でも不思議と今ベイビーが出てきてない。戻れ戻れ戻れ、みんなベイビー見たい、ベイビー見たいか、みんな。1匹連れてこう、2匹でよ、2匹連れてこう。みんなベイビー見たことないでしょ、お尻のベイビー見たことないでしょ。あれいるよね確か。ごめん、ああ、もう俺がパンツで攻撃してもいい、これは。うおー、ダメだ、食らわない、全然パンチで全然食らわん。ベイビー出てこないね、もしかしたらいないとかあんのかな。最初だから優しくしてくれてんのかな。倒せ、よし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 、気持ち悪い、あー気持ち悪い。でもなんとか無事に倒しました、俺のトラウマを植え付けられたピクミンに。最初昔倒し方分かんなくてピクミンみんないなくなっちゃったんだよ。なんかトランシーマーみたいなゲットしたぞ、ラジオかな。そう、昔倒し方分かんなくてさ、今の本当にしんどかった、昔。あ、よかった。なんか気持ち悪い、これほら気持ち悪い。入れて入れて、ナイスー。お金いくらだろう。300円くらいあるから、200円か、安いな。ちょっと食べられちゃったもんね、食べられちゃったとか潰されちゃったからね。あ、お宝センサーだって。お宝に近づけば近づくほどセンサーの針が右に触れます、だって。やった、あ、やった、右下にお宝センサー出てきた。ちなみに61匹いたんだけど15匹いなくなっちゃったみたいですよ、残念ながら。まあでもこれでピクミン2やった時に嫌な思い出はこのクイーンチャッピーと、あとなんかクモみたいなやつがいるんだけど、あとウジ虫。あのトラウマ1個克服できたからよかったな。洞窟コンプリートしました。でも2256円貯まってるんですよ、あと7800円。もう意外といけます、これもういけるよ。帰ってきたよ、目覚めの森に。ただいま。ほら、借金返済 20%。もうすごいよ、これ、もう。幸先が良すぎる。で、この間に、お花とかまた、はいはいはい、倒してね。持ってこうね、倒して。倒して持ってこうね。持っててね。
はい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 。これ持っててね。で、戻って。チビさ、あー、またムチムシいる。ムチ倒せ。ムチムシ倒せ。よしよしよし。赤ピクミンにムチムシを運んでもらいます。あ、またいる。一旦戻ろう。待って、あのお花の怪物また出てきそうで怖いんだけど、怖い。ちょっとここを、20匹使って。はい、いけるね、これね。道作ります。ナイス!あそこでも地下いけるわ。また今日地下いけんのか。なんかお宝が近くにあるっぽいぞ。なんだ?お宝近くにあるっぽいぞ。なんか反応してたぞ、こっち来たら。ほら。あ、上にある!この丸太の上にある。これな。これでも黄色ピグミいないと届かないや。一回今日はじゃあ、これ。もうお花に。もうお花を。お花に貼り付いたもんな。エキス作るために、ほら。頑張れ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 。頑張れ。落ちたの拾って入れよう。あ、一日がもう終わるよ。早いよ。洞窟行かないと早いよ。はい、はい。いらっしゃい。飛んで。オッケー。ピクミンはそんなに増えなかったけど、紫ピクミン増やすことはできるかな今日は。で、身もしっかり運んだ。オッケー。で、紫全部入れて、今持ってる赤ピクミンを全部入れましょう。時間あるので、これ、抜いて終わろうか、今日は。よし。ボベになってる。あ、まだ時間あるな。クリオネどっかにいなかったっけ。クリオネ。あ、待って、雑草があるから雑草抜くか。雑草抜こう。雑草抜けば蜜が出てくる可能性がある。ナイス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 。これみんなで吸って。オッケー。できればお花にしときたいよな。もう一個ぐらい出てこないかな。無理かな。頑張れ。蜜を引っこ抜け。もう一個ぐらい頼む。ダメか。オッケー。くるよねー。え、なんかめちゃくちゃ、お宝さ、めちゃくちゃお宝レーダー反応してるんだけど。あ、やばい。配列を詰めてって言われた。やばい。でも、すごい反応してる。これなんかいい感じない？ないか。集合。ピクミン集合。なんかここめちゃチカチカしとる。気になる、なんか。え、なんかあるよ、絶対、ここら辺。あ、やばい。ピクミン返さなきゃ。多分なんかあります、でも。どうやって取っていいのかわかんないな。よし、ピクミンお帰り。俺とレイで最後探すか。めっちゃチカチカしとるんよ。この間か、この間だ。この上なのかな。絶対この黄色いひまわりのとこな気がするな。
まあ、いいや、今日は頑張りました。頑張りました。お疲れ、みんな。チュートリアル、そして紫ピクミンという新しい、ね、仲間がね、増えましたね。まあ、本日はこんな感じで終わるんですけども。次回、多分白ピクミン、そして黄色ピクミン、青ピクミン、手に入れられるんじゃないかなと。借金返済も30から 40%。いや、40% は絶対確実に。という意識でやっていきたいと思います。はい、ありがとうございました。